ただまエマさん、血もらってきたよ。狼殿、手に入れた血の塊ですね。見せてください。もう薬の方も持ってるけど、牛殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だがこれは、足りるか。おそらくは足りなかったらもうちょっと血剥がせてこようか。これで有害の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。解、俺の道具袋の中に。いただいて、またでは。また来る。お前、それはカラクリ図。そう、カラクリ図。忍び義春のしどれ。この仕掛けで何ができる。真となるこの仕掛けがあれば。あれば。筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義春の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ。カラクリ術と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。あ、もう入れてくれた。とりあえず新作お願いします。爆竹。爆竹で多分馬を驚かす。でも先に行けないしな。別途馬がいるのかな。で強化する。ああ、なるほど。忍び義手の、強化釣り。お金取んのか。必要アイテムプラス金も取るのか。爆竹バネ式。お、仕込み用のバネ式。威力がアップする。範囲の広い昼回し攻撃も繰り出せるようになる。叩きつけと長押しで分回しができるように。手裏剣は長押しで回転打ち。爆竹、獣は大きく。バネ式になると回転しながら全方位にばらまく。回転好きだな忍者。まあどこぞのガンダムに乗ってるね忍者も回転好きだったから。皮膚機、前方に爆炎を放つ。敵を吹き飛ばす。ガッツかな。ちょっとニートのところにも行ってみて。新しい修行増えてる。久しぶり。そこもそれ特に増えてない。また来るぞ。アイテムっていつ流れつくんだろう。よし、転送。こっちの方がいいかな。こっちの方がいいかな。いや、こっちか。もう一遍ヘビのとこ行ってみる。あ、いた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 。いた。ほら、これだ。なるほど。やったか。一発で OK。 やめてよ、僕悪いトカゲじゃないよ。ピク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 。みゆきとタモさんかな。あ、それ違うトカゲじゃない。新宿ダッシュに住み着いたトカゲだ。
いやー、ラッキーだったな。とりあえず1匹目。大事なものか。これどこだろう。なるほど、わからん。大手門の周り行ってみるか。大手門。さあ、大手門の周りいるんでしょ。ロックオン連打しながら走ったら見つかる。いや、あれはね、ほんとね、適当になんかロックオンして気づいたからよかったけど。てか、ネズミじゃなくてトカゲだよね。てか、これのこと？そもそもって話もある。まあ、ちょっと行ってみるか。あれでいいのかな？どうも。切ってまいりさす。違うようです。あれじゃねえのか。切ってまいれ。それとも4つ全部切らなきゃダメなのか。なるほど、わからん。あんまり気にしなくていいかな。なんか声がする。カラスか。わからんね。諦めていこう。ネズミっていわゆる侵入者のことっぽいもんね。ここにおびき寄せたらもしかしてこれあいつ詰まったのかもね。さあ、大手門超えちゃったけど、画面びっくりした。一応落ちないようになってんね。走ったら落ちるけど。いるじゃねえか。これは無理かな。普通に正面から行ってぶっ殺してくるか。ここにもいる。大丈夫？この城の門は全部閉じてんな。まあ正面から行けないのはいつものこと。アイテム発見。怖い。いろいろ怖い。登るの失敗したら死にそうなんだけど。あ、いる。盗み聞き。お前気づいてるだろ。
ぶら下がり。いない。さっきのとこそこかな。さすが犬。お犬様。トン。名作出ないし。まず飼い主からやるか。ワンワンたちびっくりしたかい？ワンワン死ね。お、盗み聞き。一心の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。黒笠ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠のムジナ。黒笠のムジナパワーワード。一心の病、あ、その傘強っ。あれいっぱいいる。吹き矢。一人は忍殺でやれる予定だったんだけど。うわー、これ斧か。おわ、毒くらえー。こういうことね。ぶっさい個性的なお顔をしていらっしゃる。毒になったらどうする。消費は2かな。弾薬、そんな大したアイテムでもなかった。お、貧相な傘だな、お前の傘は。レベル2。飛べ、越前。この大広場がよく見える。ここに敵を呼び込んで弓兵を配置して射殺す。こいつらのことか、ネズミって。行ってみるか。結構距離あるんだよな。スタミナがなくてよかった。あれですか。おお、合ってた合ってた。ネズミを買ったようじゃな。トカゲはじゃあ何だ。主には人斬りの才がある。ありがとうございます。よし、褒美じゃ。取っとけ取っとけ。お、伝承だ伝承。アシナ流。俺アシナ流じゃねえの。これはアシナ流じゃ。もう学んだ。流派という手も堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。もう終わり。まだ足の流派ね。師匠、
また回転する技ばっかりかな。所持品っていうかあれだね、座らなきゃわからない。さあエイペックスレジェンドだったらもっとずっと滑ってられるんだけど。よし、座らないように気をつけて、スキルお3つ目早速覚えれるぜ。一文字ん L1R1 が一文字。今 L1R1 別の技入ってるけど自分で選ぶってことか。スキルのセット、今これになってる。1個だけか、覚えれるの。まあ、せっかくなんで覚えてみましょうか。どうせ最終的には全部のスキルを習得するってトロフィーあるでしょ、いつもの。っていうかあったっけな、見たからな。一文字下り鯉、これ鯉を倒すのに向いてる技かな。滝を下る鯉に例えたのだ。上り鯉上り鯉下り鯉。一文字遅くね。ためなかったら遅くね。驚くほど遅い実戦で役に立つのかな。さあ先に進んでいこうと。今ショートカットっぽいことできた感じ。音楽が騒がしくなってきたぞ。罠。お金じゃねえか。へそくりへそくり。何の音だこれ。パン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 言ってる。あいついるな。あれ忍殺決めたい。あ、地ならししてんのか。ご苦労様です。ゆっくり眠れるようにしてあげます。これでゆっくり眠れるだろう。あーよかった。裏道最高。もう一周してきました。いるいる、そこにもいる。バレた。せっかくだから使ってみようぜ。来いよ。はっ。おう、圧倒的ダメージ。金ちゃん、思ったより前に出てきた。振らせて。そんな強いってわけでも。
そもこのゲームがダメージを与えるゲームじゃないからな。体幹を崩して忍殺を取るゲームだからな。どうなんだろうこれ。まあとりあえず入れておこうか。お、鉄くず。あそこオープニングバトルの場所か？違うか？あ、盗み聞きしようぜ。本当にあれを戦に使うつもりかの？ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機。なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんとぜい、巻き込まれちまうぜ。一度来れば敵味方の別などなかろうてな。化け物系だね。どんなの来るのかな。体幹を一発で全部持っていけるのは強いんだけどね。結構隙まみれだからな。え、もう次のボス？そんな早くはないよね。あ、本庄。バレてね。ガバイ。警備がガバイ。うん、いいんだね。どっか回り道はないのかと思ったんだな。え？ああ！ちょっと待って。これか？ここか？ここ爆竹か？行くぞ爆竹。いけい、あ、死んだ。いや、じゃ離れろよ。はい、せい。爆竹は敵ではないのか。おいひひー、当てた。ただ正面から当てない。タイミングがちょっと分かんない。どこある？ちょっと離れたところを狙う。突進に当たり判定が結構ない。炎上、やべえ炎上した。